こんにちは、ケイです。今日はですね、またちょっと体調少し良くなったので一人でトリクルやっていきたいと思います。それでは行きましょう。お願いします。で、今日はね、何しようかなって思ったんですけど、なんかゾロがね来てたから、ちょっとこれ2つあるんで、2つまたふわふわっとやってみたいと思います。何してくるかちょっとやってみてないか分かんないですけどね。とりあえずまずベテランからやってみます。はい、でね、メンバーはちゃんとゾロで来てみました。なんかゾロが強くなるって書いてあったからね。はい、一応これでいきます。何してくるかはちょっとあんま見てないから分かんないんですけど、まあ普通にいけば勝てんのかな。で、一応ピーカーがボスっていうのはね、ピッとしたら見てから、青でのレイリーが一番斬撃が強かったから、ちょっとこれでいってみますね。はーい、この冒険ではゾロが強くなるよ。はい、これもうみんな やったんすか。どんな感じなんすか。まだ僕やってないから分かんないんだけどとりあえずやってみるね。なんかね、メッセージとかでね、いただけてありがとうございました。なんかね、数なのか2日なのかさっぱりよく分かんなかったんだよね多分どっちだったんすかね。はい、まあいいでしょう、普通に行きましょう。はい、あー弱い。まあエキスパだからか、エリートか。これは多分ここは普通に、カブンって言ってた。普通にやっていけば勝てるんじゃないかな。どうなんだろう、なんかしてくるのかな。でもゾロが毎回超えてないの。お、ミホーク。何これ、もしかして特に特別ななんか強い感じとか特にないのかな。あ、でもなんかやってきたよ。わ、やばい。カウンターだけど、まあ5なら大丈夫っしょ。はい、あ、全然余裕なんだこれ普通に動画今撮ってるけど、まあまあいいです。多分もうやった方は余裕だわっていう人は、なんで撮ってんだよっていうね、あるかもしれないけど、そこはちょっともう忘れてください僕がこれ撮りたくて撮ってるだけだからねはーい、ふわふわっと見ていただければと思います。勝てんのかな、これで勝てんじゃない。あ、全然余裕だよこれ動画にしなくてよかったかもしれない。まあいいでしょう、普通にふわふわやってきますね。はーい、よいしょ。なんだ、マントラがある。あ、勝ち目ないわい、勝ち目ないわい、そんなことないわい。ブレイク一発ね。はい、あ、見えない。あ、でも大丈夫。はい、まあまあまあエリートだからね、何もしてこないでしょこれね。あ、お強そう。なんかしてくるのかい。わあ、あ、あ、ん、いや、いい、あ、弾いちゃった。せっかくこいつが1対1したいって言ってくれたのに、パーンってなっちゃったよ。パーンってなっちゃったよ。なんか、はい。イェイ。イェイ。これはなんだ、普通にもしかして、普通にやればこれ、勝てるやつか。特になんか工夫とかしなくて。一応ゾロで来てみたけどさ。あ、ちなみにゾロで来るとどんぐらい強くなるのか、全然見んの忘れてたね。ちょっと見てみよう。お、なんだ、うわ、すげえ食らうじゃん。意外と結構やばめこれ、もしかして全然回復しないからね。はい、ゾロに関係して人がいっぱい出てくるんだね。そういうイベントだこれは。まあそれ、そうか、ゾロがどうのこうのってイベントだからな当たり前かちょっと見てみようぜ。強くなってんのこれ、ちょっとわかんねえな、ちょっとわかんねえな。多分なってんじゃないかなよし、どうぞ。はい、勝てるぜ、全然余裕だぜこれは。ん、回復した。なんかしてくんの。まあ何もしてくない、まあ、とりあえず全部ゾロ関係のロチンだもんねこれ。あー、この人倒したね。なんかしてくんのかな、なんかスロットがいい感じに揃ったばっかりで。おいやばい、これはスーパー優だぞ。あ、ピーカー、これか。何台何台？はい。あ、パーフェクトね。はい。余裕。余裕だったよ。なんかまあまあまあ、もちろんエリートだからか。ちょっとエキスパも行ってみますね。はい。じゃあエキスパも行ってみたいと思います。もう同じメンツです。はい、行きまーす。はい。どうなんだろう、エキスパの方も普通に簡単なのかな。簡単だったら別に動画にすんなよって言うかもしれないですけど、ちょ
とそこは許してくださいね。別にご略してるわけなんで、ちょっと勘弁してください。ああ全然倒せそうだぞこれは。これ全然いけそうだぞ。必殺は貯めなくていいかな。最後ピークだったもんね。意外とちょっと貯めないって見るわ。もうきっと多分同じ人が出てくると思う、勝手な勘だけど。ああでもこれとちょっと怖いよねこれね。まあ、行っちゃろうか、行ってみるか。これでミスったらもう死ぬからね。まあそれはそれでいいか、行ってみよう。えい、あ先にこっちでこと。ああ全然全然楽勝です。全然普通に倒せるよ。全然倒せます。はいはい、何もしてこなかったね二本先生も。さあ次、お250、これ効かないんじゃないか。ちょっと攻撃していってみよう。あちょっと効かなくなってる、さっきで倒せないかな。あでも全然全然許した。全然普通に倒せちゃった。じゃあ次どうだい。あこれ見えなくなるやつね、さっきも一緒ね。うん、はいはいはい、ないわいと。それさっきやりましたね。これは3になってる、1だった気がする、さっきは。まあ、普通に攻撃してみるね。見えないな、そうだ。よし。あ、ミスったか、俺、今一回。あ、一回やらかしたかもしれない。おい。いきますよ、このまんま。おい、全然倒せるぞ。全然倒せるぞ、これは。次。ファーンとね、ファーンとしてこいつだけやるですね。1対1の決闘。あっさっきよりターンが重くなった。もう僕全然解放がやってないからあれなんだけど、わっこれは結構まずいんじゃないの。あ1対1の決闘本当になった。もうそんなに食らなかった。あこれ結構まずい。あ倒した。あ終わった。これおまけた。ファーン、おなるほどね。わなんだこれ、ああそういうことしてくるわけね。でさっきこれ食らったよね、エリートの方で。あ何もしてこないんだ、とりあえず攻撃してみよう。はい、これも楽勝だな。これも楽勝だな。よしこれ食らうのかな、結構食らったもんね。おおだいぶ食らう、食らいました。はい次ニューヨーク先生だ。これ勝てるかな普通にやれば。ちょっとライフ削られたからね。意外となんか、やらかす可能性もあるからね。あの、隠しくだ。隠しくだ普通に。いくよー。あ、全然食らうぞ、これは。あ、全然楽勝だぞ。すごい、だいぶ楽勝だぞ。さあ、次行こう。次行くよ。だいぶここまで楽勝だよ。これもうやった人は多分。おいおい楽だぞっていうのを知ってくれてるかもしれない。でも分かんない、まだ大ドン電返しかもしれない、最後強いかもしれないからね。よしこのままもう全然必殺技も普通にやったら普通に溜まってるわ。おい、あでも強い、ほらちょっと強返しだ。全然楽勝だった。全然楽勝だったこれ。あボス来た。はい行きまーす。あちょっとこれは、あなるほどね、あこれ厄介じゃないですか。少しずつ削っていこう。おい。楽勝だった。すげえ楽だったよ。楽だった。勝てました、普通に。やりました。多分、もうクリアした方は、最初から、これ楽だよって多分してたと思うんですよ。まあ、でも、ね。そこは、許してください。はい、ということで今日はこれやってみたかったので動画にしました。今日は終わりです。今日見てくれてありがとう。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。また見ます。バイバイ。簡単でした。